でハイブレーですね、まあ、ハイブレーはもうボールが高いっていう瞬間にちょっとラケットを深めにセットして、それでもしちょっと力強く打ちたいなと思われたら右足に体重を向けて溜めた後に左足の踏み込みにタイミングを合わせてしっかり強打していける。パワーリレーとしては打ちたくなりすぎてこうスマッシュみたいに打ってしまう。そうするとスマッシュのふわーんってくる山なりのボールだったら構わないんですけど、ちょっとキュッときた早めのボールを毎回スイングして決めていくっていうのはかなりレベルが上がってくるので難しいことだと思うので、まずは絶対に振り遅れないタイミングでボールの高さに合わせてヒットしていく。あとは打ち終わった時にやっぱりこう手首が内側に曲がったりしないようにしっかりと抑え込んでいくことが大事かなということですかね。